行くぞ、アーマークロス。やあみんな、ファンタジールマンだ。今回のテーマはアーマークロスということで、今回ご紹介するのはバンダイさんの30ミニッツファンタジークラスアップアーマー、リーベルホーリーナイトとリーベルパラディン。前回ご紹介したリーベルナイトをパワーアップするアイテムなんですね。これもめちゃくちゃ胸熱。やっぱ、ね、クラスチェンジはロマンですよ。で、そんなクラスアップアイテムの第1弾としてホーリーナイトとパラディンが登場ということで、こちら早速組んだ状態をご覧いただきましょう。いつもの机にレッツラゴー。はい、ということで組んでまいりました。まあ本当はここにね、リーベルナイトを2体置いて、それぞれの各種パーツを切り出してここに置くみたいなことにしたかったんですけども、あのね、試しに乾燥してみたら思ったよりも時間がかかったんだよねなので、あ、これはちょっと一回並べてまたその取り付けてっていうのは、うん、大変だなと思ったんで、もうほぼほぼ取り付け終わった状態にしております。特にリーベルホーリーナイトに関してはもうね、完全に全て出来上がった状態ですね。一方でリーベルパラディンに関しても、まあ、パーツ類は全て付いてるんですけども、この肩アーマーとか腰アーマーをちょっとね、パージしたような感じにしてあります。いや、もちろんね、付け終わった状態もかっこいいんだけど、こうやってね、一部外れたのをこうガチャガチャっと付けるのもかっこいいんで、それを見てほしかったわけ。ご覧ください、こうやってね、肩アーマーを倒す、ガシーン、反対側もガシーン、そしてスカートアーマーをガシーン、ガシーン。で、さらにリーベルパラディンはシールド、これを持つんじゃなくて、ここのリアスカートアーマーとして取り付けます。ちなみに、じゃあなんでホーリーナイトをやんなかったのかって話なんですけども、こちらね、背面にパーツがつくことで、ちょっとね、パラディンほどがっつりは上げらんなかったんですよ。しかもスカートアーマーはね、リーベルナイトと同じなので、まあちょっと中途半端かなと思ったんで最初からこんな風にほぼ装着済みとさせていただきました。いや、にしてもね、どちらもこれめちゃくちゃかっこいい。ということで、そんな2台を順番にターンテーブルで見ていきましょう。まずはこちらの A01 リーベルホーリーナイトから。はい、ということで、改めてこちらはリーベルナイトにクラスアップアーマー、リーベルホーリーナイトを装着した状態。いやー、各部のこのね、金色の装飾がめちゃくちゃかっこいいですよね。結構この金色の装飾がイエローゴールド味が強いので、各部のね、このブルーともすごく相性がいいなと思っております。なんていうか、こうやってね、金色が入ってる割には全体的にとても上品な仕上がりだなっていう印象ですね。そして、そんなリーベルホーリーナイトに剣と盾を装備させた状態、かっこいい。より一層ね、ゴールドが増えたことで荘厳な雰囲気になってますよね。で、さらにですよ、はい、剣のここであったりとか、あとはシールド、なんとエレメントコアらしきものがついています。まあまだね、エレメントコアの能力というのが詳しく解説はされていないんですけども、このリーベルホーリーナイトの説明にエレメントコアの力の一端らしき文もありました。まずはそのリーベルホーリーナイトの説明の方から読んでいきますね。リーベルホーリーナイトクラス3、神聖なる力に満ちた剣術能力を持ち、物理防御にも高い能力があるジョブ、聖なる力を備える剣と盾を装備。ここです。なので、ホーリーナイトが持つ剣と盾についたこのエレメントコアらしきもの、これがおそらく聖なる力を備えているのではないでしょうか。では引き続き説明を読んでいきます。パラディンと並び騎士としての能力値スキルは高い、土地場所に宿る神聖な力に加護されることで聖騎士としての強さを発揮するとのこと。なるほどね、すごいですね。その場所に宿る力から加護されるっていうのは相当特殊な能力なように感じます。ちょっとこれに戻そうかな。はい、まあ、こういった特殊能力を考えると、まあ、通常のね、クラス1リーベルナイトとはもう本当に段違いの上級職ですね。でもって、こちらはリーベルパラディン。
グレーを基調としたアーマーパーツがとても重層感があって、ホーリーナイトとはまた違った魅力があります。あとは部分的にあしらわれているこのゴールドの装飾、ここのこの色味がですね、先ほどのホーリーナイトとは違ってるんですね。こんな感じで、まあ、の先ほどのリーベルホーリーナイトがイエローゴールドだとしたら、まあ、こちらはねシンプルなゴールドといった感じで、さらに特徴的なのはやはりこのスカートアーマーの後ろですね。なんとリーベルナイトのシールドをそのままリアスカートアーマーにしてるんですよ。今回2つのクラスアップアーマーを装着してみて、ここのアイデアが個人的には一番すごいなぁなんて思いましたね。これするだけで確かにめちゃくちゃ重厚感出ますよ。まあただ強いて言うんであれば、やっぱりこのね各部のアーマーに対してシールドは真っ白なので、そこが少し浮いてしまうかなとも思います。なのでまあ余裕があればね、このアーマーそのものをシルバーかなんかに塗って、さらにねこのシールドも全部シルバーにすることで、なんとなくねパラディンらしさを残しつつ統一感を出す、そういった仕様もありかななんて思いました。そしてそんなリーベルパラディンに武器を装備させた状態、シールドは先日通りリアスカートアーマーにしているので持つことはありません。ではそんなリーベルパラディンの説明もしていきましょう。リーベルパラディン、クラス3、ナイトより上位となる剣術能力を持ち、物理防御にも高い能力があるジョブ。武器能力が高い剣を使いこなし、武闘の能力も高く、上級戦士と同じく能力値スキルは高い。国宮殿において上位な騎士として高位な扱いを受けるとのこと。なるほどねと。宮遣いですか。まさにそういった重要人物を守るのに適してるといった感じですかね。とはいえここにおける守りというのは、そのシールドを持って防御に徹するという意味ではなくて、こう攻め込まれた時にカウンターアタック的な感じで、そういった勢力を追い払うだけの能力を持ってるということなんでしょうね。ちなみにそんな2体を個人的なイメージでポージングさせるとこうなりました。もちろんどちらも忠実なんでしょうけども、リーベルホーリーナイトはねよりナイトらしくこう主君に仕えるみたいなイメージ、一方でリーベルパラディンはよりなんとなくこう武人っぽい感じのイメージなんですよね。伝わるかな。それこそ剣一つにとってもどちらもサイズ感は同じなんですけども、リーベルホーリーナイトの方はこうそこまでね剣そのものの重量がないイメージ、一方でパラディンのはなんとなくねすごく重くて両手で振り回すのに適してそうなイメージがあります。いやあんまね言語化がうまくなくて申し訳ないんですけども、ホーリーナイトのは切るってイメージで、パラディンの方はなぎ払うっていうイメージですね。そしてせっかくなのでそれぞれもう少し戦闘っぽいポージングにしてみましょう。まずはねリーベルホーリーナイトなんですけども、で結構ねトゲトゲしいアーマーだったりするんですが、こんな感じでしっかりとかっこいい戦闘ポーズが取れますね。でもって自立もできます。いや先日のリーベルナイトの動画でシルエットと呼ばれる状態がもうめちゃくちゃ稼働が楽しいというお話はしたんですけども、いやこうやってねこの複雑な形状のアーマーを装備した上でもこんだけ各部動かしてしっかりとポージングが取れるというのは、いやーもうね技術の進歩に頭が追いつきませんね。まあそれでもまだホーリーナイトの方は、まあ、あの腰回りとかがねリーベルナイトとほとんど変わんなかったりするんで、ある程度納得はいったんですけども、パラディンよもうこんだけねでかくてごついスカートアーマーを装備させながらもしっかりとこんだけねかっこよくポーズが決められるのは、いやーもう本当にバンダイさんの技術力の賜物ですね。さっきも言ったようにあくまでもジールマン個人のイメージとしてはね、このパラディンの剣っていうのはなぎ払うナグとかに合ってるという感じで、さらに言うとなんか重量もすごくあるようなイメージなんですよ。そんな剣を軽々とかで持ち上げて、このジャンプからの振り下ろしなんて起きようもんならもう地面えぐれまくりですっていやこれらは本当にどれも面白い、そして楽しい。まあ、どうしてもねプラモデルっていうのは玩具とは少し違っているので、
なんとなくこう作ることをゴールにしがちな方も多い気はするんですね。そんな中で元々のね30ミニッツミッションズ、あれなんかはやっぱりそこから組み替えでいかに広げていくかみたいな感じだったんですけども、まあ、今回のも本当にね組んだ後からがめちゃくちゃ楽しめますよ。そしてその楽しみの中にはポージングやブンドロだけじゃない。テイジンバンダイのねホビー事業部の開発ブログがございまして、そこにね30ミニッツファンタジー遥かなる世界探訪上位ジョブの可能性という記事がございまして、その中の文章に、しかしなんだがどいつもこいつもありきたりな着こなしじゃねえか、肩の鎧は腰にだってつけられる、逆もまたしかり、というのがありまして、例えばリーベルパラディンならこのような形態にすることだってできちゃうわけですよ。とはいえ、まあ肩アーマーを腰につけるのはね、まあちょっとちょっとなんですけど、まあでもその辺が気になる場合はね、通常のリーベルナイトの腰に差し替えればいいだけのこと。大事なのはね、こうやってこの腰アーマーを肩につけることでイメージが全然ガラリと変わるということですよ。でさらにこうやって一部リーベルホーリーナイトのものと差し替えることで、もうなんていうかね、ナイトとかパラディンというよりも貴族っぽくなりますよね。リーベルバロンとかリーベルカウントみたいな、そんな感じのイメージでしょうか。まあ、ちょっとね後ろ側もうちょっとねこれも付け足した方がいいんですけども、とりあえずねこんな感じになってますが、いやこれはこれでめちゃくちゃかっこいいと思いますよ。まあただ惜しむらくはね、このリーベルパラディンとリーベルホーリーナイトの使われてる成型色のゴールドが違うということ、ここの色味が統一されてる方がこういった遊びに関して言えばよりね、統一感ができたかなと思います。あとはねジールマンちょっと組む時間がなかったんでできてないんですけども、こうやってね肩にパラディンのこの、腰アーマーをつけて、さらに腰もパラディンのものをつけることでめちゃくちゃ重装感ある、こういったねナイトというかパラディンというか、そういったものもできる。いや現段階ではね3つしか商品は出てないんですけども、それでもすでに十分すぎるほどの遊びの可能性を秘めてます。さあそして今回の動画最後は大型モンスターと合わせちゃいましょう。カモン。はい、今回この2体と合わせるのは過去にご紹介したエリート戦士クカロンでございます。いやガシャポンクエストと合わせた時はねマジでもうトロルかっていうぐらい圧倒的な大きさだったんですけども、さすがにねこの30ミニッツファンタジーと合わせるとそこまでこうめちゃくちゃ圧倒的大きいみたいな感じではないですね。まあ上級職でも1体だったら少し大変かもしれないけれども、この2体が揃えばなんとか勝てそうな気はします。そしてそんな上級職2体とエリート戦士との大立ち回りをとくとご覧あれ。クカロンの圧倒的なパワーから放たれるこの斧攻撃をなんと受け止めるパラディン、そしてパラディンが攻撃を受け止めてる隙に自分が攻撃に転じようとするホーリーナイト、しかしおいそれとそれを許すクカロンじゃあございません。そうこの斧は片手で持っていたんですね。まだもう片方の手が空いている。果たしてこの空いてる手でホーリーナイトの攻撃を止めることができるのか。いややっぱねこういう本格的なファンタジーフィギュアがあるとめちゃくちゃ妄想遊びがはかどりますね。まあただこういったねいわゆるゴリゴリの西洋ファンタジーのモンスターっていうのはあくまでもジールマン個人の妄想ですね。あくまでも30ミニッツファンタジーの世界観としてはもうこれ文明がね失われたドゥローにて人間とこの機械生命体マクシミリアとの共存や支配、それをテーマにしているので基本的にはマクシミリア同士の戦いといった感じだと思います。もし仮にマクシミリア以外が出るとしても、まあ、その場合はねやっぱ人間とかになるのかな。うん、まあただ現状ドゥローという世界でこういったモンスターがいないという名言もされていないのでまあジールマンはこういったねゴリゴリのファンタジーもすごく好きなので、今後も30ミニッツファンタジーの商品が出た際にはこういったモンスター類と絡めていきますのでご了承ください。というかむしろさ、バンダイさんはほらフィギュアライズスタンダードでブルーアイズとか出してるわけじゃないですか。その辺の技術を使って30ミニッツファンタジー用のドラゴンとかをぜひぜひ出してほしい。
それこそゴブリンだとかコボルトとかそういったものは多分ね、この雰囲気や世界観からして多分出ないと思うんですよ。でもちょっとメカっぽいドラゴンとかは絶対いけるってまあすでにそういった開発を考えられてたら申し訳ないんですけども、もしねそんなことみじんも考えてないのであればご一考いただきたい。まあこの声は届かないんですけどまあでも本当にそういったことが実現するくらいにね、このシリーズ頑張って応援していきたいなと思っております。ということで今回は30ミニッツファンタジークラスアップアーマーリーベルホーリーナイトとリーベルパラディンのご紹介でした。それから最後にもう一個だけ、先日のリーベルナイトの動画でこちら約12分の1スケールというお話をしたんですけども、 SH フィギュアーズと並べるとこんな感じになります。まあご覧の通り12分の1スケールフィギュアよりは、まあ、全体的に一回りちょっとですかね、大きいっちゃ大きいんですよね。まあなのでガンプラなどのそういった144分の1スケールとは別に、まあドール系とかフィギュア系としてはもしかしたら10分の1スケールの方が合うのかもしれません。ただねごめんなさい、ジールマンね10分の1スケールはもう一切持ってないからちょっとねこう何か比較対象を出すことができないんですよね。本当に申し訳ない。まあ、なのでね、その辺のサイズ感に関してちょっとね詳しい方がいたらよろしければねコメントいただけると幸いです。とまあ最後ちょっと頼りない感じだったんですけども、今回の動画が良かった、参考になったと思ってくださった方はぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。またねー。ジルマンの玩具日和、編集をこだわるおじさん、ジルマンの玩具日和、本当は編集したくない、そんな俺だけど、チャンネル登録高評価待ってます。